で空を見上げて考えてたらぼーっとするなって怒られたさんから、はい、今日のテーマリラックス。沖縄は青い空、青い海、大自然があり至る所でリラックスできますね、うん、鹿児島出身のシティガールのミハ風に沖縄でリラックスできる場所ベスト3教えます。ああ、なるほど、聞くじゃなくてね、はい、まず第3位、森の中のカフェ。沖縄には北部から南部までカフェがたくさんあるので、あるある、ゆったりコーヒーを飲んでリラックス。そして第2位は、うん、歯医者さんやダンパチ屋の待合室、枕があれば秒で眠れます、うん、そして第1位は家電量販店にあるマッサージチェア。あっちにちょっと待ってよ、沖縄の癒しの場所え、ちょっとためになったのが一つ後ろ、ね、しかもあれ3位でしょはい、3位もっといいものが来ると思ったこっちが教えたよ、風が教えたぐらいじゃないそれ沖縄じゃなくてもあるものじゃん。そうですよね、全部、うん、なんで沖縄にしかないものを3位に持ってきたいやでもまあ1位もまあ各々のね、各々のがあるから。そうですよね、そうそうそう、これ聞いてまだ沖縄行ってない人が、え、沖縄そうなんだじゃないかじゃない。でもこの第1は家電量販店にあるマッサージチェア、あっちにいる人たちが一番リラックスしてる。ヤシが周りから変な目で見られても僕のせいにしないでね。これで変なパーソナリティや変なスタッフさん、変なリスナーさんからのストレスも軽減できるはず。黙りに言ってんの、癒されてきてって。あ、癒されてきてって。はい、あ、ふんくん言ってんの。いや、マリたちに言われてる言われてますよね、マッサージチェア。でも整骨院行ってきたからでもまあ森の中のカフェだけ、それは、うん、それは、ね、それは参考で、1位と2位は置いといて、置いとく、うん、そうですね、そうそうそう、うん、ありがとうございます、ありがとうございますはい、こちら猫の下僕さん、はい、天気は曇りがちですがミュージックシャワーはマリさんとフーカーなの明るい声で癒されて、仕事でちょっとイラッとしてもすぐに平常心に戻れます。私はマッサージ店も好きですがショッピングセンターにあるマッサージチェアも結構好きですつながってますすごい、最近は視界を遮るカバーもついてるんだってショッピングセンターのざわざわした音を感じつつマッサージチェアと暗さに包まれると不思議とリラックスできていいです。時間も10分程度でワンコインもしない手軽なリラックス法です。うーん、やってみようかなたまにやる、夏子さんやっぱいい。あ、ほんと、ちょっと猫の下僕さんやってみます。さっきは全然はぁって言ってた何が違うって、これは沖縄のリラックスできるところベスト3の1位だったかダメだった、そうですよね、うん、ありがとうございます、ありがとうございます、